はい、どうも、皆様、こんにちは。今ですね、I-5、インターステートナンバー5っていうのを、北上しております。レディングでガスを入れて、まあ、満タンはしなかったんですけど、今、ちょうどこの山道なんでね、あんまり重たくなるのもどうかなと思って。で、カリフォルニアまだ高いんでね、半分ぐらい、ちょっと半分、これぐらい入れて、で今ずっと山道です。この辺はシャスター、マウントシャスターですね。ノースバウンド。で、ちょうどいいね、いい遅いトラックがいるんで、このトラックにね、こうついていきながら、今僕走るの56マイルですけど、まあ、これぐらいがね、一番いいんですよね。あんまり飛ばしたらね、水温も上がるし、燃費も悪いし。今、前の山見えますかね、ここね。なんかすごいんですけどね。ちょっとこの、カメラでは見えないかな、これね。見てほしいけどね、見えるかな、見えないかな。まあ、そうですね。山道なんでね、結構気を使ってね、安全運転ということでやっております。はい。そうですね。トラックはね、昔ちょっとトラック乗ってて、パンデミックの、プロジェクトで、CDL っていうトラックライセンスを取って、で、トラック、これ乗ってたんですよ、この千枚トラックね。こっちではね、千枚トラックって言うんですけどね、この大型トラック。で、私が運んでたのはね、大体食品ですね。これもそうですけど、リーファートラックって言って、このトレーラーと、トラクターの間にね、このトレーラーの一番前にこのうるさいエンジンがついてるんですけどね、でそこにこう冷蔵機、冷凍機、だから冷凍にもなるし冷蔵にもなるんですよね。で、そういう機械がついてて、ほんで、それで、食品をね、運んでましたね。大体お得意先様がね、タイソンっていうね、なんか、アメリカの一番、大きなチキンの会社で、でそのタイソンのスラーダーといって、屠殺場っていうのね、変なところにあるんですよね、大体田舎のね、そういうところに行って、こうそれ回収して、で結構ね、待たされたりとかしてね、大変でしたけどね。でそれで、そのお得意先の様のところに届けるという仕事をやってましたね。CDL をね、取って、で、僕もね、ダブルトリプルとかね、タンカーとか、そういうのも取ってね、なんかいろいろ勉強になりましたね。学校にも行ったしね、そのトラック学校。で、まあ、ライセンス取ってね、今も全然使い物にならないですけどね、今もまだあるけど、もしなんか、ね、このツアー終わって音楽やめろって言ったら、トラックまた乗れるんですけどね。まあ乗りたくないですけどね。いろいろ問題がまた、そういう話もね、これからしたいと思いますけど。いやー、かなりね、日本でいうブラックな仕事ですね。かなり、ブラックですね。トラックはね、ほんとね。なんかギリギリのところでね、なんていうかな、買われてるっていうかね、まあそれでうまくね、生きてる人っていうか、それで楽しんでやれたらいいんですけどね、やっぱりその辺が見えてね、もうなんか、見えてくるとね、仕事っていうよりも、仕事にしてもなんかこう、まあ、ミュージシャンでやってる仕事とはもう全然、鼻から違うものでね、それが、まあ、ちょっと今、電源さそうかな、で、それがね、あるからね、やっぱり。きついですよね。で、トラックをね、なんでトラックの話かというと、こう山道なんですよね。山はね、怖いんですよ。上りはよいよいやけど、下りが怖いというね。で、私が乗ってたのはね、インターナショナルっていう、インターナショナル LT2000、2019年モデルだったかな、2019年のインターナショナル LT というやつ乗ってましたけど、
怖いんですよね。めちゃめちゃ重たいんですよ。あの、80,000 pound。thousand だから、なんぼだ。8万パウンドかな。うん。それの重量あるんで、もうギリギリまでね、あの、お客さんによってはもう、燃料をね、削らなきゃ、あの、重量をオーバーしてしまうぐらい、詰まりますからね。で、積んで、それで、やっぱりこういうね、このロッキーとかね、こう山道はね、上がりはいいんですよね。もう上がれないの分かってるんで、もうね、ピカピカさしながら、こう、ゆっくり上がるんですけど、下りがね、怖いんですよね。もう下りがね、もう、あの、スピードがいくらでも出てくるんですよ。もう多分、時速160キロでもすぐ出ると思うんですよね。で、どうやって抑えるかというと、ジェイクブレーキって言って、まあ、排気ブレーキですよね、日本のね。排気ブレーキがついてるんですよね。で、排気ブレーキが、その、インターナショナル、多分この辺のね、いろんな、他の会社もそうですけど、3段階あって、ジェイクブレーキ1、2、3。で、1っていうのはね、もう軽くザーってブーってこう、かかるんですけど、2っていうのはね、結構グーってきますね。3にしたらね、もうなんかブレーキ踏んでるくらい、ゴーって効くんですよ。やっぱ重たいからね、効くようにできてあるんですけどね。ほんで、3にしても、それでもスピード出ますね。3にしても、もう70マイルぐらい出て、もう80マイル近くまで行って、怖い思いしたことありますけど、それで、まあ、逆にそこでね、ガンガンブレーキ踏んでしまうと、ね、今度は、ブレーキが焼けて、ブレーキ今度ね、なんていうんだ、フェード現象か。あの、もう使い物にならなくなってね、ブレーキ効かなくなるんですよね。ほんで、そうなった時に、今度どうするかというと、ね、知ってる人もいるかもしれないけど、もう止まれませんっていう時には、あのね、ランナーウェイゾーンっていうのがあるんですよ。で、ランナーウェイというと、こうね、坂がこう降りてきて、ほんで、そこからこう、まず山に向かってね、こう、砂利の道がバーンと作ってあるんですよね。そこにもう非常用にも、もう効かなかったらそこにめがけてザーッと行くと、そこで砂利でバーッてこう止まるんですけど、そのランナーウェイが、まあどこにでもあればいいけどね、もうないとこもあるし、ほんで見てたらね、トラック右で走るとき左にランナーウェイがあるとこもあるしね、左にあったら、こう乗用車がこうね、バンバン来てるから、そのガーッと止まれないっていう時にもう左に寄れないんですよね、そうだね。それもなんかね、いつもおかしいなと。こうなんで左に作ってるのかな。まあ、立地条件的にね、山が左にあって、そこを山を使ったりとか、そういうのもあるかもしれないけど、おかしいな、おかしいなと思いながら、見てましたけど、いやー、あの、下りは怖いですね。特に雨降ってたりとか、僕は冬は運転してないんですよね。夏に入社して、で、もう秋にはもう、あの、仕事を辞めたんで、冬は走ってないですけど、でも、もう大体簡単に想像つきますね。冬の状態っていうのは。で、ね、雨でもね、雨でもやっぱりかなり気遣いますよね。ほんでそこにね、また、もう、ボンクラアホ運転手がね、もう、なんていうかな、決死隊みたいな人だからね、こう、ブワー抜かしていくんですよね。もう、なんか、いや、運転うまいとか下手とかそういうわけじゃなくて、もう、決死隊。もう、多分死んでも文句言えないし、もう、死んでもいいんじゃないかなと思う人なんかね、結構たくさんいますね。その人はもう、なんか、もうブレーキタンタンと踏んで、ザーッとまたアクセル踏んで降りていくっていうかね、そういう、で、そこでなんかもう競い合ってるっていうかね、レースみたいに。そういう現場もありましたね。あれは、何なんでしょうね、あの人らっていうのはね。うん、まあ僕はそんな勇気はないというか、ね、その仕事で命を落とすような、そんなバカなことないなという感じですけど、まあ今トラックの話でね、トラックをちょっと話すると、あとね、まあこれで止まれるかどうかわかんないけど、一応ね、ブレーキが2個あるんですけど、2個というか、足で踏むブレーキね、
その制動するブレーキと、あと、あのパーキングブレーキ、エマージェンシーブレーキというのがあって、それで、こう、まあ、停車するときにね、トラック、例えばトラックが来て、あの止まるときにピシッって言ってるでしょ。あれがこう、あの、それ、バルブを引っ張るんですよね。2個あって。赤と黄色とね。で引っ張ったらピシッって言って、こう、エアを脱がして、で、スプリングのこの制動で、こう、ブレーキが、トラクターとトレーラー両方かかるっていうね。まあ、もしかしたらその、ね、ガーッともうどうしようもないときにそれバンって引っ張ったら、バシッと引っ張ったら、もう全部ロックされて、こう止まれるんかなとも思うけど、どうでしょうね。でも、まあ最後の手段ですけどね、それはね。それもなんかちょっと怖いですよね。なんかもうすごい制動力だと思うからね、この全部ロックさすっていうのはね。で、まあ、その安全基準、安全対策っていうかね、あの、なんでそれがピシッて言ってこうなるかって言ったら、こう、常にね、あの、トラクターからエアを送ってるんですよね。エアを送ってて、タイヤも少々ね、穴が開いてても、そこね、そのエアで膨らんでいくし、で、まあ、そのエアを送ってて、そのエアが来なくなったら、ね、ブレーキ効かないわけでね、そういう、エアブレーキなんで、でそれが効かないようになるんで、そのエアが来なくなったら走れないというね、でもしあのホースとかね、破れたりとか、もエアがなくなったら、もうそこでこの自動でもスプリングでブレーキかかってしまうと、そういうなんか安全対策なんですけど、まあ、考えでしょう、賢いなと思いますけどね。昔、日本で、ね、エアブレーキのトラックとかでもやっぱり、なんかこう、あのハンドブレーキっていうかね、ついてた思いであるし、エアブレーキで、そう、スプリングブレーキがあったっていう思い出はないですね。まあ、大きなトラックだったらついてるかもしれないけどね、そういうのは。はい、ほんで、そうですね、今、どこでしょうか、だいぶ来ましたね。もうちょっとね、ちょっと山を越えて、まあ、ちょっとリラックスして今晩寝れるところを探そうかなと思ってるんですけど、そうですね、このままもうね、着いちゃっても困るんでね、明日また一日あるんで、明日まだ洗濯したりとかそういうこともするんですけど、まあトラックの話ね、もうちょっとしたいなと思うんですけど、トラックね、あの、そうそう、さっき言ったジェイクブレーキの話ね、あれはね、でも、いや、でも、もう下りではね、そう必要だけど、例えば僕の今このバンで、バンのね、総重量がね、5600パウンドあるんですよ、今。で、一応ね、楽器類がすっごく重たいんで、で、この車の、グロスビーコーウェイト、GBW って言うんですけど、それが、5550なんですよね。で、多分ね、ちょっとオーバーしてるぐらいなんですよ。で、まあ、それはもうなんか、安全に走れますよっていう基準なんですけど、まあ、この僕走るスプリンターの今のね、ツアー状態では、それをちょっとオーバーしてるんで、かなり重たいですね。だから、普通のね、乗用車の3倍ぐらいの重さあるんで、だからジェイクブレーキがあればいいなっていつも思うんだけどね、下りでね、いつもローギアに4速とかね入れて、あのブレーキパンパンって踏む、パンパンって踏みながら降りていくんですけど、それでもかなりスピード出るんで、ロッキーとかね、こういう山のあのきついところだから、ジェイクブレーキがね、ちょっとあればこうバーってこうね、ディーゼルなんでね、ジェイクブレーキかけれる、あればね、いいなと思いますけど、まあ、乗用車なんでね、一応ね、そういうのは、ジェイクブレーキキットとか多分、そういうのはないような気がするな。でもそれでなんか調子悪くなっても困るしね。いろいろセンサーとかね、ややこしいからね、車ってもうなんか、どこで排気をブロックするかっていうのね、そこでもし、ね、エンジンの温度と回転がと、ね、ブロックするキットをつけても、なんかこう、ね、オクシジェンセンサーが
大量の、ね、大量のオキシゼンをこう、ね、センスしてしまって、ほんでそれでなんか ECU がエンジン止めてしまったと、そういうこともなんか怖いですよね、これ考えたらね。あんまり変なもの、変ないじり方をしないように、ね、しなきゃいけないなと。一応ね、だから重たいから、ヘルパースプリングっていうね、本当はスプリングなんですけど、それのなんかこう、あのシンタテックスタイルフォームバージョンの、ヘルパースプリングを入れてますけど、前と後ろと。まあ、一応ね、そんだけ、まあ、ガーッと沈み込むし、ロールもきついんで、それをね、入れて、なんとかね、やってますけど、まあ、これにね、あと、アンタイスフレーバーキットみたいなね、もう一つなんか入れた方が安定するかなと思うけど、まあ、今のところね、なんとか、重たいけどやってるんで、多分ね、それ入れずに、まあ、その入れるお金あれば、なんかね、タイヤとかね、もう最後までこう、ツルツルになるまで履かずに、こう、早めにね、新調できるって、そっちのお金に使う方がいいような気がしますけどね。はい、そうですね、だいぶ、今16分ぐらい話しましたかね、だいぶ来ましたね、シャスターマウンテン。これね、みんなトラックね、これ大変なんですよ。今この前のね、トラックもこう左に移ろうとしてるけど、遅い人もいるし、速い人もいるし、で、また、これちょっと、いや、こちらです。見てくださいね、これ。左のやつがね、ちょっと早く行かなきゃいけないのでね。あ、ポリスがいるからだ。そうそう。ポリスが待ってるからね、行けない。目がいいな、これね。で、なんで、行かなかったか。今、58マイル、59ぐらいでしょう。で、カリフォルニアなんですよね、これね。まだ、ここカリフォルニアで。そう、カリフォルニアはね、もう最先端って、前のビデオでちょっと言いましたけど、カリフォルニアはね、厳しいんですよ、この、ね、トラックとか、トレーラー3 or more axle speeding limit 55とかでね。3 or more ということは、あのアクセルってタイヤのこの軸の数ですよね。で、軸が3本以上ならば、最高速度が55って決まってるんですよね。でも、もう55で走ってる人はいません。みんなね、飛ばしますよね。ガン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 ね。皆さん、70ぐらい出してるんですけどね。この人は今山やからね、出せないけど。まあみんな、まあ気にしないで走るけど、多分ね、捕まったりとか、スピード違反切られたら厳しいと思いますよ、もうね。55からその65とか75ね。それは、私もトラック乗った時に、すごくカリフォルニアは厳しいと。で、やっぱり、そのウェイステーションってね、その重量、軽量とか、インスペクションそこでやられたりとか、もうめちゃめちゃ厳しいんで、あと、タンデムって言って、このトレーラーのね、後ろのね、言ったらこう、後軸ですかね、こうダブル軸の、そこにタイヤ何個ついてるの ?1,2,3,4,5,6,7,8 個ついてるか。タイヤ8個ついてる、その、ね、後ろの軸ですよね。それがね、動かせれるんですよね。で、それどうやって動かすかというと、後ろのね、後ろその軸のタンデムというんですね。タンデム の, そのブレーキをピシッと引っ張って、ブレーキかけて、ほんで、そのね、タンデムの下にね、ボタンがあってね、そのエアでこう、なんていうかな、こう、棚とかね、こう、なんかこう、棚のこう、穴を、みたいな、そういうのがあってね、穴にこう棒が出てくるんですよね。で、それをボタンピシッと押したら、こう、棒が引っ込んで、で、
で、後ろのブレーキかけた状態でこうトレーラーをこう前後させることによって、変えれるんですよ、長さがね。で、決まったらこうプシュッとボタンを押したらプシュッと出てくるんですね。で、それでそこで固定できると。で、それをね、重さによって重量を分配しなきゃいけないんですよね。前のトラクターのそのに乗っかってる部分の重量をと、そこは大きすぎてもダメだし、小さすぎてもダメだし、で後ろ、やっぱ重たかったらね、どんどんこれ後ろに動かしていけないけど、うん、でもカリフォルニアはね、なんていうんだっけ、カリフォルニア50でしたっけ、名前忘れたけど、40でしたっけ、ちょっと名前忘れたけど、カリフォルニアは、キングピンって言って、その、トラクターとトレーラーの接合の場所から、後輪のそのタンデムの中心までの距離っていうのは決まってるんですよね。で、あんまり後ろにして走ってると、そこでもう、止められて DOT インスペクションとかされたら、もうそこでね、運行停止になったり、チケット切られたりとかね、そういうことになるんで。うん、だから、そうなんですよ。だからあんま重たくね、走れないというかね、後ろに動かせれない。で、動かせてないと、走ってはいけないんですけど、でもカリフォルニアは、でも、もう前、一番前にして走らなきゃいけないような感じで、一番前じゃなかったかな。真ん中ぐらいかな。ちょっとなんか、そう、僕が乗ってた、会社のね、トレーラーにはこう、なんかこう、線が書いてあって、カリフォルニアって書いてあって、そこまでしか行けないですよね。だから、荷主さんもそのこともちょっとね、分かってるし、カリフォルニアに行くとなったらちょっと少なめにね、あんまりギリギリ乗せたら、ややこしいことになるんで、その辺の配慮もしてるとは思うんですけどね。うん、そうですね、まあ、まあね、いろいろダークな話っていうかね、いろいろと裏話はあるんですけど、なんかね、日本でもね、今なんかこう海外に、出稼ぎに行ってね、で仕事してに日本で帰らならへんからっていう、そういうのもあるけど、うん、なんかね、日本の人もアメリカのトラックがね、仕事で金になるっていうね言ってるけど、まあ、まあ金なってる人になってるんですけどね、これもまた不思議な話やけど、僕がやってた会社では絶対金にならないですね。まあそれで良かったんですけどね、行って金になってたらね、辞めてなかったかもしれないし、音楽にね戻ってないかもしれないですけど、そうですね、行ってた会社はもう絶対金にならないですね。うん、いろんな、もうなんとなくね、みんな働いてる人もなんとなくわかるんですよね。で、まあ僕も最初ね、トレーナーが、数週間トレーナーというか、一緒に乗ってた人がいて、ベテランのね、運転手ですけど、彼なんか、自分でね、いくらもらってるかっていうのに、暴露してくれたけど、いや、全然金なってないですもんね。そういう、トラックが壊れるしね、またそういう話もね、機会があればしたいですけど、まあ、ね、トラック、会社によってとかね、待遇よってとか、あと、リースオペレーター、オーナーオペレーターならば稼げるかもしれないけど、カンパニードライバーしかないような会社っていうかね、そこで、もう、なんていうかな、従業員をなんか吐き捨てっていうかね、なんかこう、まあ、そうなってくるんやと思うんですけどね、そういう、みんな言ったら、ね、マイルで、何マイル走って何本もらえるっていう、そういう仕事しか やってないし、そう雇う側もそれしかないし、で、ね、まあ、そうなってくるんでしょうけどね、まあ僕は、ミュージシャンでアーティストで、やってたことにね、また戻って幸せですよね。戻れてね。という感じですね。あと、今、
サインが出ましたけど、ラストエリア2マイルスで、2マイルしたらちょっと止まろうかな。で、まあ、そこで、ね、今晩どこで、ここで寝てもいいんですけどね、別にそんなに。あとね、明日は大学なんですけど、オレゴン州アシュランドの、大学の音楽打楽器専攻、まあ、音楽メジャーのところで講義するんですけど、それはまあ夕方で、まあ、時間もね結構短い講義で1時間半ぐらいかな、うん、だから明日、ね、まで結構時間があるんで、ここでダラダラと10時間ぐらい過ごしてもいいんですけどね。このレストエリアっていうのが今出てきましたね。Weed。Weed Airport Road。変な名前ですね。Weed。Elevation 3000 miles。結構高いですね。で、気温もね、結構下がりました。今67度できましたね。昨日と今日は暑いですね。今日は85ぐらいかな。85ぐらいまで行ってましたね。このね、なんか心配になりましたね。こう、あまりにも、ね、暑いからね。まだこれも10月ですからね。もう、いや、本当グローバルワーミングで、うん、このまま冬になっても暑いんじゃないかなっていうぐらい。今日もね、今短パン履いてますけど、ね、10月やからもうなんか、このままね、寒い、ヒーターかけてね、寒いっていう、そういうツアーがしたいんですけどね、僕は寒いのが好きなんで、ここレストエリアか、結構変わってますね。あ、ここは来たことある。ここ前、一回写真撮ったところかな。うん、来たことある。なんかもうね、もう何年もツアーしてると、もうどこも来たことあって全部知ってるんですけどね。もう本当にね、もう来たことない。アメリカはでかいとかね言うけど、でかくないって感じですね。ね、ちょっとどういう風にここね、こういう風にね止めてね、こういうふうに止めて、ここで過ごそうかな。なんかね、あっちでなんか僕寝た記憶があるんですけどね、こっちじゃなくてね、ちょっとそこまで行ってみます。まだ、今28分、まあ、30分ぐらいになるかもしれないですね、このビデオね。アップロードがね難しくなるかもしれないですけど、ここは工事してるな。なるほどな。ダメかな。これね、工事ね昼間なんで、ね、もう終わってるんで明日も関係ないと思うんですけどね。そこでなんか前僕寝た覚えてるんでね、これいいじゃないですかね。こうね、そこで寝たんか。あ、ここやね。まあ、取られてますね、この場所はね。まあ、いいんですけどね、別に。お、変な飛行機がいますね。まあ、とりあえず i5 に戻ります。あんまり魅力的じゃないんで。斜めパーキングで、ああいうね、ちっちゃいところはちょっとね、止めにくいというのがね、そうですね。じゃあもう30分になるんで、そうですね、ビデオはやっぱ30分以内っていうか、まあちょっと長いですけどね、30分はね。本当なら、10分でも長いんちゃうかと思うけど。まあそんな感じです。どうもご視聴ありがとうございました。それではまた、さよなら。